Podcast. Y'all ready? かわいがもんさんへ。僕らのニューシングル、なことあるか、もう聞いていただけましたか？6月28日発売です。聞いてください。どうも、こんばんは。僕のドラマはもうすぐ終わってしまいます。ドラマって楽しいですね。今度、ホモの役をチャレンジしてはどうですか？ちなみに僕はやりました。ゴロっていう名前で。それでは、今度、飯でも連れてってください。バイケイ。いやー、今日もね、元気ですけどね、僕ね、今日は元気なんですよ。彼らは最近見習ってんですよ。彼らいつも日直にして明るいじゃないですか。でね、なおかついつもね、あのね、いい人たちじゃないですか。僕もあね、彼らを見習ってね、明るくいい人で行こうかなと思うんですけど、今日ね、なんかやけにギャラリー多いんですけどね。人多いね。人多いですね。カッパがいるね。カッパもいるし、ね、なんかみんなね、変なね、鉢巻き前ね、巻いて、なんか根性とか書いて、勝利とか巻いてますけどね。しかもみんなこっち一斉に見つめてますからね。なんかあるんでしょうかね。僕もうかけられてんのかな、サミンズ。まあいいや。まあ、なんかね、なんてんだ、なんなってんだろうな、多分今この明るいのが多分俺催眠術かけられてんじゃないかと思ったけど、分かんねえな、なんかこのみんな見つめる目線がなんか怪しいんだけどな、まあいいや、とりあえず何？それいけ G1 レポート。目がトロンとしてる。でも多分ね、自分の思い込みも何とも目がなんかいつもと違うでしょ。なんか今日ね、目がね、ボートロンとしてね、頭ボーっとしてるんですよ。というわけでね、このね、PS じゃないけど、ガモン君って何ですか？コング。あれだよ、コニー。コニー。アイランド。あ、コニーか、コニーとも友達みたいだけど、ブルボー、ブルーボーイとも友達だったんですね。私も昔ブルボーのファンでした。ブルボーやコニーも分かんないですよね、訳したらね。僕ブルボって言うらしいよ。ブルボって言うんですか、巷じゃ。なるほどね。あ、僕も大好きです。ひさしくん、いいやつです。いいやつなんですよ、ひさしさんは。本当にね、これ本当に一緒に応援してあげてください。はがきありがとうございました。ブルーボーイといえば、言ってあげな、これブルーボーイね。ほら、6月19日ね、かわいがもん G1 グルーパーにはね、ブルーボーイのコウジと青木とね、コウジくんと青木くんがね、来て。何何を、一応ね、一応彼ら俺の、まあいいや、来るんだ、ここに来るんだ、来るんだ、はい、そして、はい、ね、君の家に電話かけちゃうから。おー、電話かけてほしい人はね。すごいね、うるさいわ。あのね、なんだこのチープな音は。チープあのね、電話かけてほしい人はね、ね、あの住所、名前、電話番号をね、必ず書いて、宛先は郵便番号102-80の方まで送っていただければ嬉しいなということでね。来週来ること、来るんだね。来週来るんですよ、ブルボイが。よかったね。次のね、歯が引いてみましょうか。綺麗な夜景の見えるあの場所って。ああ、これ写真好きですよ。すごい。これはね、カラフルなやね、あれですね。3分の1の確率で。これはね、東京都のね、ペンネームタカさんからです。こんにちは。今回初めてレター出します。今回のテーマは夜景の綺麗なところということで、夜景が綺麗といえばやっぱり横浜ですよ。八景島シーパラダイスも夜はすっごいいいとこなんですよ。ガモン君が嫌いなジェットコースターとかなんて、ブルーライトが当たってとにかく綺麗って感じです。だけどやっぱり定番になってしまいますが、私はあえてベイブリッジというわけで、港未来、21ら辺でしょうか、本当はすっごく綺麗というか素敵です、特にクリスマスなんかは最高にムードナンバーワンのスポットだと私は思います、ということでね。いいね、これはいいですね。あと、ガモン君も好きだと思うんですけど、ベイブリッジランドマークが見える、カラオケボックスがあるんですよ。車で行った道は、行ったんで道は、根岸ら辺とか覚えてしかないんですけど、これは何ですか、ホワイトシャークってとこです。ホワイトシャーク、今度行ってみてください。ありがとうございます。今雑誌で漁ってたら横浜は載ってたんで貼ってみます。こんな感じ綺麗でないですか。すごい綺麗ですよこれ。あのね、なんて言えばいいんだろう、夜景がとにかく綺麗。全然そのままでしたね。そのままやな。私のレポートは一応終わりです。初めて出したんで、どうか出してください、お願いします。これからも頑張ってください、応援してます、というわけでね。すごい綺麗な、あれを、あ、これね、僕のアルバムのことも褒めてる。トゥルーブルーのアルバムの中で私はブルーバードが一番好きです。ブルーバード聴きながらね、このね、あの車に乗りながらね、この夜景見れたら最高だなと思いますよ。ありがとうございま す, すい、ね、この写真付きで。もうシールもいっぱいあってあるよ。もうね、すごいゴージャス。これ全部イカのシールは、イカのイカってない、イカってない、イカってない、イカが光ってるよ、イカが。というわけで、あ、これね、こういうのね、これやっぱあのね、じゃあね、 G1 ステッカー、それだけそれだけちょ、チャッチングやると、だってもう G1 ステッカー、これだって基準がないじゃないですか。
今日は基準がないから、そうか、基準があればだからこれより面白ければっていうことで、だとりあえずだからもしこれ以上面白いものがなければ、うん、G1 バックもプレゼントします。あ、最初だから、最初だからとりあえず甘く見ちゃいけない、じゃあ厳しく、なるほどね、うん、というわけで今日の基準はこれ、今日のね、この子、この子ですから、この子ね、というわけでね、この子にステッカー、ね、まあ、こんな感じでね、G1 レポーターなんですけど、うん、来週までのね宿題とする見出しを言っておきましょう、うん、来週までの宿題とする見出しは、はい、お化けがよく出るというあの場所、あ、ということで、ね、あなたが知ってる ね、 季節だね、もうそういう季節なんですけど ね、 なってきたね、とっておきの心霊スポットね、あのね、うん、ついてね、そういう細かく教えてほしいなっていう、まあ、うん、とにかくレポートしてきてください、はい、これね写真と風だとポイント高いんですけど、心霊写真とか写ってると困るんで、うん、あ、でもいいよ今回は、今回はね、ほんと写真と同封なんですけど、あのね、皆さんね、撮りに行ってね、取りつかれないようにしてくださいね、うん、僕はあんまりお化けとか見たことないんですけど、結局二十歳まで見ないとね、ずっと見ないって言うじゃないですか、うん、だから僕はあんまり多分見ないなって思ってるんですけど、うん、でも結構現場に行ってみようよ、いいとこがあったら。いや僕絶対嫌ですよ、いや行く、絶対行こう、死んでも嫌、うん、必ず行く、もう絶対嫌行くことに決めた絶対嫌というわけで、投稿の宛先は郵便番号102-80かわいがもの G1 グルーパー、それゆけ G1 レポーターお化けスポット編、郵便番号102-80かわいがもの G1 グルーパー、それゆけ G1 レポーターお化けスポット編、たくさんの報告お待ちしていま